毎年好評の市内水郷公園で行われている水郷桜イルミネーションが今月2月17日日曜日いよいよ最終日を迎えます。まだまだご覧になれるチャンスがありますので、この機会にぜひ皆さん足を運んでみてはいかがですか。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。今週は文化財防火デーにちなんで上高塚いつかで行われた防火訓練の模様をお送りします。上高塚いつかで1月21日文化財防火デー防火訓練が行われました。今回参加したのは市立下高津小学校5年生の児童たち。大切な文化財を火災から守るために普段からの備えと万一火災になった場合の行動などを訓練を通して学びます。参加した児童たちは通報訓練や水消火器を使った消火訓練に取り組みました。また参加者全員によるバケツリレーも行われました。文化財というものに触れながら防火について学んでいくようなイベントになってます。で、小学生の児童さんたちもですね、昔の消防用具を体験できたりするようなイベントになるので、楽しくやっていただいて、また勉強にもなったかなと思っております。文化財防火デー防火訓練なんですけれども、毎年行っているものでして、これからもですね、毎年同じように続けさせていただいて、文化財についてと防火について、少しずつ皆さんに学んでいただければいいかなと思っております。文化財防火デーは1月26日と定められており、これは昭和24年1月26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画などが焼損したことに基づいています。この事件をきっかけに火災など災害による文化財保護の危機を憂慮する世論が高まり、昭和25年に文化財保護法が制定されました。昭和30年の第1回文化財防火デー以来、毎年1月26日を中心に文化庁、消防庁をはじめ各自治体の教育委員会、地域住民などが協力して防火訓練を実施しており、土浦市でも毎年の恒例行事として定着しています。昔の消防の火事を消す道具とかが知れてよかったです。バケツリレーでどういう風に渡したりとか、どうやって組むのかとか、いろんなこと学べてよかったと思います。煙体験で周りが見えなくなったりしたので、火事の時になったらちゃんとハンカチで口を押さえて避難できたらいいなと思いました。こうした訓練を通じて大切な文化財を守る意識を培ってもらいたいですね。前見えないんでしょ。慌てなくていいからね、ゆっくり。続いては土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャル Facebook に掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、イブ丸さんからの土フォトです。今回は宮崎県で撮影したそうです。白黒の外観が大胆ですというコメントをいただきました。イブ丸さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。
今週は土浦市社会婦人学級生大会、土浦市家庭教育の集い、男性料理教室、今日から家事団、認知症サポーター養成講座、女性活躍応援セミナーのお知らせです。はじめに土浦市社会婦人学級生大会と土浦市家庭教育の集いのお知らせです。日時は2月16日土曜日午前9時から、会場は騎乗プラザです。学級生による日頃の活動成果の発表や作品展示などが行われます。ぜひご来場ください。詳しくは文化障害学習課までお問い合わせください。次は男性料理教室、今日から家事団のお知らせです。日時は2月19日火曜日午後6時30分から8時30分まで、会場はうらら2階にあるガスタ東部ガスライフスタジオ。対象は男性の方となります。市内虫かけにあるイタリア料理チプレッソのシェフ杉山隆さんを講師にお招きし、イタリア料理を作ります。当日は筆記用具をご持参ください。定員は先着12人、参加料は1000円です。お申し込みお問い合わせは市民活動課までお願いいたします。続いて認知症サポーター養成講座のお知らせです。日時は2月28日木曜日午後6時30分から8時まで、場所は四中地区公民館です。対象は市内在住の方、定員は60人で、定員を超えた場合は抽選となります。申し込みはお電話で2月26日火曜日までにお願いします。詳しくは地域包括支援センターうららまでお問い合わせください。最後は女性活躍応援セミナーのお知らせです。日時は3月6日20日のいずれも水曜日午前10時から正午までです。会場は市役所本庁舎2階研修室。対象は女性の方となります。内容は仕事に活用できるスマホ・タブレット術をスマートフォン・携帯アドバイザーの久毛沼弘子さんが講師として手ほどきをしてくれます。当日はスマホまたはタブレット筆記用具をご持参ください。定員は先着12人、参加料は300円です。お申し込みお問い合わせは市民活動課までお願いいたします。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載及び放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては、土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週は
手をつなぐ子らの作品展の模様をお送りします。1月19日から25日までアルカス土浦1階の市民ギャラリーで第49回土浦市手をつなぐ子らの作品展が開催されました。この展覧会に参加したのは土浦市内小中学校および義務教育学校の特別支援学級と県立土浦特別支援学校の児童生徒の皆さんです。特別支援教育ということで、差別を受けたりとかやはり、何かしらの偏りを受けた考えをお持ちの方が多いんですけれども、そういうことがなくみんなそれぞれ元気にこういう教育を受けて頑張っているんだ、一人一人が自信を持って、生活できるようにこちらでも支援しているんだということを多くの人に分かっていただけたらと思います。生き生きと力強さにあふれる作品の数々、訪れた人々に感動を与えていました。2月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション、わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー竹石がお送りしました。